マシュー駅は、北海道川上郡手鹿賀町朝,朝日一丁目7-26にある、北海道旅客鉄道線も本線の駅である。駅番号は B64。管理駅として、渋谷川湯温泉間の各駅を管理下に置いている。旧称は、手鹿賀駅だったが、1990年11月20日に、観光振興のために、マシュー駅に改称された。 現在の駅名は全国的に知名度の高いマシュ周コを活かしたネーミングにしたいとの要望から解消された。二面三線の単式ホーム、島式ホームがある地上駅。かつては貨物ホームや多くの側線を有していた。ホーム間は移動は古戦橋で連絡。乗り場社員配置駅、緑の窓口設置。専門本線の運行管理も当駅で行っており。 夜間大白も設定されている。駅舎内には地域の商店がキオスクの代わりとして出店、観光案内所も設けられている。現役舎は1990年に現役名への改称と同時に改築されたもので、外観はマシューだけの山並みを模している。1983年頃までは椎茸を使った駅弁が販売されていた。1日の平均乗降人員は、 以下の通りである。1977年の手鹿川駅と、周囲約75500メートル範囲、左が網走方面。相対式ホームに面2線と、駅裏側に副本線や留置線など4本、駅舎横網走側に、貨物ホームと2本の引っ込み線、釧路側に、ストックヤードと2本の引っ込み線、そこから、 釧路側へ留置線が右の立教先まで伸びている。また、本線を挟んで、駅裏側にも留置線が一本、立教まで伸びている。その外側には、水色屋根の車庫があって、かつては、本線からの分岐後すぐのところに、この駅に配属されていた手鹿貝駅緑駅間の、釧路北峠越え補給用蒸気機関車のための転車台が置かれていたが、DL の配属に切り替えられて、 すでに埋められ、白い塩弧状の跡だけが残されている。他に網走川本線分岐手前には小さな、水色屋根の保線用モーターカーの車庫が置かれている。駅裏の釧路側にある車庫への分岐付近に、昭和8年から昭和20年頃まで、馬力線の植民軌道手鹿河線の停留所が置かれ、裏の真周湖外林山の裾野を回り込むように東の二次別へ連絡していて、 一般貨物のほか、途中の原生林から伐採された木材を駅へ運搬していた。その後この軌道跡はほとんど一般道や林道に転用された。青い屋根の木工場脇から国道241号を横切って右上に向かう道路がかつての軌道ルート。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに 作成駅前の洋捨てカガ町の中心駅になっており、街並みが続く。商店街には、土産物店も並んでいる。駅前広場中央には、マシューコをイメージしたモニュメントが設置されており、柿屋館はマシューコブルーにライトアップされる。駅横には、源泉かけ流しの足湯、ポッポ湯があるほか、駅車内には異陽の温泉が引かれている。映画、遥かなる山の呼び声の、 クライマックスシーンで、網走刑務所に送られる前の田島工作に会いに来た、風見民子と、アブ太郎が乗り込んだ列車の車窓から見える駅でもある、手鹿が駅に関するカテゴリー、ありがとうございます。